韓流水金図憲法油彩、完成初帰宅分群像憲法着色、芝交換文政元年10月21日は、江戸時代の絵師、蘭学者。青年時代は、浮世絵師の鈴木春の部門家で、鈴木春絵を名乗り、中国より伝わった南品派の写生画法や、西洋絵画も学んで作品として発表し、日本で初めて不食堂版画を制作した。さらに版画を生かした。 観光物で世界地図や地動説など西洋の自然科学を紹介した。本名は安藤吉次郎、安藤春。俗称は勝三郎、後に孫太夫。字は君学、君岡、芝しを称した。また、春並郎、桃子と無言道人、西洋道人とゴース。芝公館は延長4年、江戸の町屋に生まれた。公館が長く住んだのは、 芝神ゼニ座である。芝の生は、芝神ゼニ座にちなむものである。生まれつき自負心が強く、好奇心旺盛な彼は絵を好み、一芸をもって、身を立て、後世に名を残そうと考えていた。法歴11年15歳の時父の死をきっかけに、表絵師の駿河台仮の葉の花の美心に学ぶ。しかし次第に仮の葉の画法に飽き足らなくなり、19歳の、 頃に史跡と交流のあった鈴木春信にも学んで浮世絵師となり西絵の反下を描いた。明和半ばの25歳頃、おそらく平賀源内の紹介で西洋画法にも通じた総史跡の門に入る。ここで南品派の画法を吸収し漢画家となった。ただし、初めに仮の派を学んだのは確かだが、指示した順番は諸説あって、 はっきりしない。後に洋風画を描くに至った。源内と接点があり、彼を通じて前の両宅や織田の直武に指示したとも言われている。33歳までに直武に洋風画を学ぶ。源内からは西洋の自然科学の知識を得、27歳の頃は源内の鉱山探索に加わった。三十歳の頃、源内のエレキテルを知った。十三歳の頃、 両宅の門に入り、大月玄宅らの乱学者に接し、37歳の時、玄宅の協力により、乱語文献を読み、銅版画の制作に成功した。翌年自作の銅版画6点とそれを除く反射式、狙いメガネを売り出した。天明8年春、42歳の時、江戸に散布していたオランダ商館の外科医ストゥッツエルの、所持していたジャイオ世界図を模写する。 同年4月23日、長崎への旅に出る。藤沢より西を知らなかった交換は、東海道から仰ぐ富士山の姿に心を打たれ、後年、数多くの富士を描いている。旅の途中で見た風景を写生する。それは、見たままを正確に写し取るという精神に彩られていた。長崎で1ヶ月余り滞在し、オランダ通知の吉尾工業や、元木吉ならと交流する。 また、ストッツエェルの紹介で、ロンベルク召館長を訪問し、オランダ戦に挑戦する機会を得た。平戸藩では、乱壁大名として知られた、松浦聖山に会い、所蔵の用書類を見せられ、聖山が自ら建てた茶でもてなされ、平戸の町で評判になった。さらに、行き着き島で捕鯨を監することができた。交換は、漁師とラとの戦いから解体までを観察し、 江戸へ帰った後に繰り返しが大としている。翌年に江戸へ帰るまでの見聞は、採遊旅館、交換最遊日記にまとめ、後者は遥か後年の文化12年に書き上げた。長崎では初めて多量の輸入油絵を目にする。交換にとって次の克服すべきは油絵の制作であった。交換はカンバスに絹の布を使い、絵の具は当時、傘の防水に使用していた。 エゴマ油に顔料を混ぜ合わせて作った。これはもともと、漆工芸品の彩色法として発達した手法であるが、交換はそれを油絵に転用した。段学に通じていた交換は、世界地図を描いた予知禅図を完成4年に、それを改定した地球図を翌年に刊行完成8年以降にまとめた版画集、オーリーズでは、太陽の周りを水星、 金星、地球、火星、木星、土星が交転する図を載せ、地動説など、西洋の天文学や地理学の紹介に貢献した。去年七十二。墓所は、東京都豊島区西菅物ソメイ霊園、次元寺墓域。法名は、桃子と院会社会樹園古寺。歌川広重の名作、東海道五十三寺のオリジナルを描いたという説がある、明和末年頃。 二世、鈴木春信の名前で二色絵を出していた。そして初期には、鈴木春絵名で、名和七年に没した、鈴木春信の元作絵師として、安永初年頃まで活動していた。春信に指示して、反死体を描いていたとも言われる。安永初年から末年にかけて、次第に一人立ちし、小帝あるいは乱帝の名で、肉筆画を残している。波筆記によると、 春信の,の死後、春信の,の楽観で春信の偽世を描いていたが、後に春へと署名するようになったと記されている。春信の,の楽観時代には、背景に極端な遠近法を使用し、浮絵の画法を取り入れていたが、春へ楽観の作品ではより、春信風になっている。日本における洋風画の開拓者としては、秋田蘭画の織田の直竹と共に、重要な画家。 直竹の作品が、遠近法、明暗法などの西洋画法を取り入りつつ、画材は伝統的な絵の具と墨刀を使用していたのに対し、交換は、絵ごまの油を使用した、油彩画を描いたことで特筆される。交換は、西洋画法と油彩の技法を駆使して富士などの日本的な風景を描き、それを各地の写事に奉納することによって、洋風画の普及に貢献した。 原尊の代表作の、宗州鎌倉七里浜図はもともと、江戸の芝、あたご山に奉納したもの。斜地の壁などに掲げられる絵馬は傷みやすいものだが、この図は、早い時期に、社殿から取り外して保存されていたため、保存状態が良い。老油を使った老画の工夫などもしている。日本最初の同伴画家でもあり、天明三年の見めぐり系図にて、その制作に成功した。 1792年に芝公館が発行した地球全図天文、地理学、動植物など西洋博物学、自然科学に興味を持ち、日本に紹介した。オランダ天説やコッペル天文図解などといった啓蒙書も残した。晩年人付き合いが煩わらしくなり、文化10年、自分の死亡通知を知人たちに送り必則していた。どうしても外出せねばならなくなり、 案の定知人と遭遇するや返事もせず逃走するも、誤魔化しきれず、死人は声を出さぬと答えた。また、文化5年以降は9歳加算した年を記し、世を欺いた。これは、9という数字は、収益においては、日の極値を表し、創始偶元編に、9年にして、大妙なりという言葉があることから、交換は、九に、大後の心境を込めて加算したと考えられる。 後換は、交友が広かった、反面、自らを誇る言動が多く、他の蘭学者から、町人出身の出自と絡めて、どうやの手代交万嘘八と批判されることもあった。上記の晩年は、こうした人間関係も影響していたとみられる。総集か枕七里浜津、ハット ABCDEFGH 憧れの長崎、最優の警府記載、後換、世界に踏み出す。 日本経済新聞長官2020年12月6日14から15面反射式覗きメガネ文化遺産オンライン2018年6月24日閲覧 AB 岡田俊博、日本地理学人物辞典近世編152ページヒストリーチャンネル極める日本の美と心江戸の洋風が芝交換の番組内の説明より以上までの春へ楽観作品は 朝の集合、研究ノート、芝交換による春へ署名の肉筆画をもとに記述。京都国立博物館編集、発行、貝塚博史開花コレクション、受蔵記念特別企画合賞の蔵、美しい暮らしの遺産、書斎の図7。公益財団法人宇治家浮世絵コレクション編集、発行、宇治家浮世絵コレクションピアニッシモ六68から69,112。 佐賀県美術館編集、発行、企画展近世の肖像画 P104。ヒストリーチャンネル、極める日本の美と、心、江戸の洋風が、芝交換番組内の説明より、ありがとうございます。